皆さん、おはようございます。アスハラミミカです。よろしくお願いします。ということで、松竹芸能1年目のジュルリのルリコと申します。よろしくお願いします。元子役芸人ということで TikTok やらせていただいているんですけれども、ちょっとこのままずっとミミカちゃんでいると自我が保てなくなってしまうので、そんなことないです。子役でいることはとても幸せです。ということで、はい、ちょっとその喋り方で YouTube はやっていこうかなと思っています。よろしくお願いします。ということで、まあ、自己紹介動画を撮らずに先にモーニングルーティーンを上げてしまったんですけれども、あのモーニングルーティーンはフィクションです。で、今日は、まあ、自己紹介がてら、あの TikTok でよく来る質問にお答えしてみようかと思います。この質問がですね、どうして子役になったのとか、どうやって子役になったのとか、どうかな、どうかな、マイメロどうかな、クロミちゃんどうかな、みたいな感じです。まずはなんか私じゃなくて普通の子、普通ってなんだろうね、普通ってなんだろうって私いつも思うんだ。やっぱり普通だってないよね。人それぞれに普通があるわけで、じゃあ普通って何っていう、そういう話になると、で、普通はどういう風に子役になるのかなっていうお話をしていきたいと思います。まずは子役になりたいって思ったら、まずは子役やりたいってお母さんに頼みます。ママ私子役やってみたい。いいんじゃない、やるからには本気でやりなさい。はいママみたいなことが行われて、で次に事務所を探すと思います。事務所をこうペペペって探して、まあ好きな子がいるところとかでもいいと思うし、あとなんだろう、やっぱりなんだろう、名前が大きいところの方が良かったりするのかなって個人的に。なんか結構その女の子とかで事務所に入ってなんかすごい法外なレッスン料を取られたりだとか、なんかそういう話があったりなかったりなかったりあったりだったったらったったったらった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 らったったったらったったったするみたいなんで、まあでも誰が入ってるかがやっぱでかいんじゃないかな、どんな人になりたいとか。で、まあ、事務所を見つけてオーディションを受けて、その事務所のオーディションを受かったら入れますよみたいなことが、まあ、普通だと思います。で、私のパターン、私の場合はどっから話そうかな、結構ね歴史があるんだ。そう、あれはある晴れた日だった。私は名古屋のとあるダンススクールに通ってまして、ちょうどそれが2005年くらいで、そこでダンスの先生がある日、これから愛地球博に出る虫を集めるよっていうふうに言い出して、え、虫みたいな、我ら虫キラですかっていう話になって、まあでも愛知空白の開会式ですか、わ出たいってなって、でみんなでやるオーディションみたいなことをまあして、そんでまあ私は羽のもげた蝶々っていうので受かったんですよ。本当受かっちゃったんですよ。いや、だから皆様もオーディションを受けて虫をやってくださいって言われたら羽のむけた蝶々をやるのがおすすめです。で、まあなんだかんだで愛地球博の開会式に出させてもらうことになって、で
開会式行ってるわけですよ。なんかすごかった。とその時もう全盛期にアユ、アユがふわーってきて、で SP の人がもうすごいボボボボボっている中で、私は芋虫の役をやってました。芋虫なんかこう写真出てるから。後ろに丸い緑の球体を背負って、でそれをこう何人かその子が、その子たちがいて、こう後ろを持ってが1、2、1、2、1、2まず、で芋虫をやっていたら、なんかどこそのプロデューサーさんに声をかけられて、でなんか知り合いの事務所、いよ行かない、いよ行っちゃわないみたいなこと言われて、めでたく紹介っていう形で私は事務所に入ることができました。まああれですね、行っちゃうとスカウトって感じです。うん、まあそんなこんなで子役をやって、で、うん、今に至ります。うん、子役をやってたはずなんだけどな、なんか芸人になっちゃった。うん、まあね、子役やってて、それが今この芸人の活動に役立っているなら本当にありがたいことかなって思います。本当に涙出てきた。ほら見て、これが子役の泣きの演技です。嘘です。そうで、まあ子役をやめてっていうか、年齢的にね、年齢的に卒業して、で大学までは一応、大学は演劇系の大学に行って、お芝居やるぞ、私はお芝居をするのだっていう風に思ってたんですけど、どん、その後まあお芝居やってうまいこと食っていけるかなってちょっと不安になっちゃって、で1年普通にテーマパークで働いて、でその間に今の相方ね、相方ジュリちゃんって言うんだけど、超かわいい、そうジュリちゃんに、ウリコと一緒だったらお笑いやっていけそうな気がする、一緒にやらないっていう風に誘われて、でめでたくまあカップル成立で、まあ松竹芸能さんに今お世話になっているという流れなんでございます。あー、人生いろいろあるね、なんかね、うん、で TikTok を始めた理由が、なんかなんて言えばいいんだろう、バズりたくて TikTok でちょっとフォロワーさんが増えたので、 YouTube でもうちょっと頑張ろうかなって思ってます。まあ子役あるあるとか TikTok に載せてるから、本当に現役の子役の皆様に申し訳ないですね。私、あくまで私はこうだったよっていうのをやってるだけなんで、ただ今活躍されてる子役さんはまた多分違う、では絶対違うので、そこは本当にあのこれ食だ
私のことは嫌いになっても子役のことは嫌いにならないでくれたいって感じです。そうで、 YouTube をこれからどうやってやっていこうかなって感じなんですけど、とりあえず週1でこういう長めの動画を上げてって、でショート動画、 TikTok に上げてるショート動画を毎日上げていこうかなって思ってます。思ってます。ごめんね、ごめんね、ちょっとかゆいな。このクマちゃんね、これね、おじいちゃんの形見なんですよ。これはね、おじいちゃんが私が小学校2年生の時に亡くなっちゃったんだけど、それのちょっと前に、おじいちゃん入院する前に、なんかどっかでもらったからあげるって言われて、って感じのクマちゃんなので、そう、でもね、もうこれだからおじいちゃん亡くなった時からだからもう十何年一緒にいるって何にも洗ってないから、ちょっと近々洗ってあげようかなって、ちょっと YouTube 撮りながら洗ってあげようかな、この子ね。じゃあこれからも応援をよろしくお願いします。かわいい、この角度めっちゃかわいくない？かわいい、やすやす、かゆい、これやばいな、絶対なんか住んでんな。というわけで本日はここまで、ありがとうございました。